さん良かったけどな、普通にマジで欲しいわ、ちゃんと強いし。どうしたろうかな、マジでな、何の動画撮ったろうかな、うん、通常差別化できるからね。そうね、てかなんかあれだよな、なんか逆で良かったよな今さ、通常が育てにくくてフィーチャーが育てやすいみたいなとおりやん。逆で良かったよな通常が育てやすくてフィーチャーが最初はレベル低いけど完璧に育てることができれば通常を超えられますよ、で良かったよな。したらさ、課金専用キャラやん、フィーチャーって。マジでお金払って取らないかんし、トレーナーがいっぱいおらんかったら育てられんよやん。やから強くても分かるやん。通常が育てづらくてフィーチャーが育て、逆だったかもしれねえよこれこれ今ナルトがやっぱ千鳥やっちゃってるよね。ねえ、これナルトが千鳥やっちゃってるよね、多分今このeeフットボールって。おそらくこれ逆だったかな、逆だったんかもしれんな、もしかしたらな。うん、したらさ、フィーチャーもさ、したらまあ新機能が入りやすいやん。通常でレベル上限10とかやったらさ、でまあそれだけそこそこの能力値出るやろ、育成しやすいやん、まあ、トレーナーは別に配る必要ないやん、フィーチャー育てるぐらい簡単やから。でいける。でフィーチャー取った場合はめちゃくちゃトレーナー必要やけど、課金してる人間はトレーナーいっぱい持っとるから全然それもいけるみたいな感じやん。だから強いやつはとことん強いし、弱いやつでも強いやつに立ち打ちできるみたいな。これやん、おいコナミ聞いたるかこれやって、これこれこれ聞いてる、コナミこれや、これこれだって俺。